クロックタワー2、男女2人で実況プレイ。皆さんこんにちは。こんばんは。ココロリンクゲームズ、ベイ君です。岡部です。クロックタワー2、実況続きやっていきます。やっていきます。よろしくお願いします。お願いします。というわけで今回は、はい、シナリオ3かな。3やったぞ。どれだ。一番下やね。これか。ゴッツさんが2ってなってるけど、そのまま多分行ったら3に行くんでしょう。そうだ、ゴッツが。ゴッツよう頑張ったな。大差ですけど、おじいちゃんの家。そう、おじいちゃんの家行って、粉石鹸投げて逃げてきたっていうお話。おゴッツ、うまく謎を回収できたのかしら。警察署に行ってみた方が良さそうね。うん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 。行きましょうか、じゃあ。行きますか、じゃあ、早速。はい。ヘレンさん、今日服装ちゃいますね。どうやったっけ。はい。お、ここは何それ、何それ。リックの家やん。リックの家っていう文字がなんかちょっと二重になってて気になるところではありますね。全体的にね。あ、みんなそうだ。全体的にみんなそうだのね。よし、じゃあ。昔のゲームやからしゃあない、そこは。ゴッツよ。ゴッツいい感じかい？ゴッツこれでだから信用したわけよ。お、俺も見たぜって。俺も見たんだよ。俺見たぜ、なんかハサミのやつ、銃で撃ったけど全然知らんかったあいつってやつやろ。不死身だぜみたいな。あいつマジ不死身やったよな。お、よう先生、今度俺の番だったよ。どうしたの？どうもこうしたも、え、出やがったんだよあいつは。まったく、これじゃ信じるしかないな、チーザーマンとやろう。怪我はなかったの？優しい。ああ大丈夫だ、それにマゾも手に入れたよ。今手で渡せるようなもんじゃないぞ。あれ、ふむ、手は面白い事件だな。チーザーマンと呼ばれる人物にぜひ会ってみたいもんだ。へえ、あったらきっとご主人ですね、バートン先生よ。そうかい。おー、バートン先生なんでここにいるの？なあ、急に緑のスカ。それより先生、手がかりも見つけたぜ。本当に？ああ、イギリスにバローズ城って城があるらしいんだが、その場所が分かった。バローズ城ということは、バローズ一族がノルウェーに移住してくる前の住処か。シザーマンの故郷というわけだな。え、多分そうでしょうね。言ってみないか、何か分かるかもしれん。ええ、すぐにでも。早展開。よし、明日の朝一番の飛行機でイギリスに渡ろう。面白い、私も同行させてもらうよ。え、話が進んだ。イギリス行くってあっさり。選択制ってどれを？なあ、あ、ホテルか、やっぱ例によってホテルちゃうか。明日の朝だから自由時間や、とりあえず自由の時間。リックの家にも行けるってこと？うんうん、行けるで。押すよ。はい。おう、リックの家。リックの家。新聞社。確かジェニファーの乗らんて禁止みたいな話してたね。はいはいはい。お、行けるわ。行ける行ける行ける。オスロウィーク新聞社。はい。テレレレン、テンテンテンテテレテレテレテテン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 。あれ？エレン・マックスウェル先生、ちょうどいいところに。何？いやー、ちょっとある筋から情報もらいまして。筋、イギリスに行かれるそうですね。何か手がかりでもあったんですか？なんでそれを？な、いや、ね、簡単な推理ですよ。担当の警部が時間をほっぽり出してイギリスに行くなんて答えは必須じゃないですか。大したものね。もう推理力ありすぎやろ、いくらなんでも。この太った方は食べれない。どうです、僕らも一緒。おお、マジで一緒にさせてもらえませんか。構わないけど、ゴッツが何て言うかしら。うんうんうん、大丈夫ですよ、あの警部さんなら僕ら怒られ慣れてますから。わかったわ、じゃあ明日の朝一番に空港で。ええ、よろしく、よろしくお願いします。わっ、同行者増えたぞ。どんどん増えていくぞこれ。やばい、これ以上増やしたらあかん。うわー、増えるぞ。全部行こう。絶対ホテルで増えるぞ。エドワードになってきようよ、イシャーシャーは。絶対ホテルで増えるぞ、これ。そういえば、エドワード、図書館に行くって言って。あ、お前見に行ってないな。ほっぽり出してたな。大丈夫かな？帰ってきたかな？はい。ここちょっと、こう、緊張そんな暗いから。あ、ヘレン先生、またシザーマンが出たそうですね。もう知っておられるんですか？なんかもう情報強いな。今ニュースを見ました。また人が殺されたそうですね。そんな早いの？早い早い。それでヘレン先生、私たちグラニット孤児院に戻ろうと思ってるんです。こんな危険なところにエドワードを置いておけませんもの。あ、そうですか。オッケーオッケー。私たちも明日イギリスに行くつもりですので、それでお別れですね。イギリス？ええ、バロン城というお城に行くのよ。興味津々。そこへ行けばシザーマルの影で掴めるかもしれないの。てんてんてん、僕も行ってない。ダメ、危ない。エドワード何を言い出すの。だってこのままじゃきっと僕も殺されちゃうもの。僕も行って手伝うよ。手伝える？何で言うの？エドワード！お前、やめとけ。それは、危険です。いいよね、ケイ先生。危ない、危ない。わかったわ。いいね。なんでやねん。いいんかい。なんでやねん、お前、おかしいやろ。ヘレン先生、お願いします。いや
わかりました。では明日朝みんなこれ言ってる飛行機で行きましょう。朝一番の飛行機みんな言ってんな、子供は足手まといになるけど。やめとけやめとけ。これでホテル行ったでしょ。図書館も行く。誰かいる、いるかしら。太った先生おるかな。もっと同行者増やす。これ太った先生も増やそうぜ。やった。館長先生行きます。飛行機墜落するかもしれんけど人数オーバーで。そうなの。そんなことない。ヘレさん、イギリスのバルジョー行くそうですね。ええハリスじゃないか。ハリス、それで僕らも行くことにしましたから。うそー。うそやろお前ら。大所帯。お城なんてベッドに見るものじゃないし、面白そうじゃないですか。そう、バカかこの二人かしらね。バカかこの二人。じゃあ朝一番旅行、社員旅行じゃないんだから。朝一番の浮かれないでちょうだい。ここ行ったことないな。うん、自宅に帰ってる暇ないわ。ここ一回も行ったことない。一回も行けへん、そこ。一回も行ったことない。聞かしてくれよ、そこ、たまに。帰りますね。オッケー。大学研究棟。なんでそんなテンション。じゃあ朝になるから、これで。さあ、どうなる？え、結構多いな。お前も君か。イギリス行くらしいですね。羨ましいね。僕もパスポート取ってけば、あ、わかった。ダニー残るのかい？ダニーは来ない。そんだけ？ダニー。そんだけらしいね。あれ？どこ行くのこれ。あ、ほんで自宅に帰ってんじゃん。ああ、そういうことか。俺で明日はもう寝ようか。帰ってる暇はないわ。なんだ？空港させってことか？あれ？空港だ。隠し。させね。隠し。あれ？ちょっとリックの家つさすよ。リックの家。リックの家。え、なんだ？これでゴッツに報告。あ、そっかそっか。ゴッツごめんね。気づいたら、10人ぐらい。何人が？結構いるよな。旅行感覚ですわ。ゴッツごめんよ。合ってんちゃうこれ。合ってるかな？はい。あ、来た来た。あ、キャレン大丈夫なの？ええ、マゾも回収できたし、他にも手がかりがつかめたわ。うん、警部さんから聞いたわ。バロード城に行くのね。行くわよ。いつもにかメンバーが10人にもなってる。やっぱ10人。10人あってたし。まったく。遊びじゃねえんだがな。確かにな。とりあえず向こうの警察にも連絡取っておいた。空港からのレンタカーもな。そう、ありがとう、ゴッツ。シザーマン。今度はこっちが追い詰めてやるわ。どんなやる気やねん、殺されるかもしれんのに。ほんとだよ。マジか。まあ、10人もいりゃ、ね、怖くねえよと。オスロ空港到着。はい。確かに10人がかりでやったらなんとかなるよな。はい。でもまあ、お秘密を知りたいだけなんでしょ、そこに行ってとりあえず。そこにいるかどうかはわかりませんもんね。なんか急にこういろんなとこ行きそうな感じの、ね、マップ出てきたな。お、日が落ちてきたな。お、なんか点々点々って。やべ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 。点々点々って。墜落するんだ、これ。これ車じゃない？レンタカーの音じゃない？レンタカーの音か、これ。夜になってきたから、ここが危険だわ。今日はここで、のじく、そうだな、その方がいいだろう。マジで言ってんの？ここで？やめとけ、やめとけ。10人、どうやって車乗ってきた、ほんで。レンタカーだから。2、3台借りたんか？お、キャンピングカー。ほんまよ。おかしいわ、ジェニファー。どこ行ったのかしら。マジで？やっぱジェニファー、誰、あ、こっちね。おい、先生、ハリスとエドワード見なかったか？みんなおらんの？ケイガイが大当てで探してるのか、どこにもいねえんだよ。そんな。何やってんの？ジェニファーもいないのよ。まさかとは思うが。バルジョに行きましょう。勝手に行ったの？急ぎすぎちゃうみんな。なんでなんで？そんななんか。お俺が先に。ラストシナリオ、ヘドカンさん。ラストシナリオ？ラストシナリオ？ラストシナリオやで、これ。3章で終わりですか、これ。3章で終わりやぞ。本当です？早い早い早い。おーおーおー、城やな、まさに城ですね。え、おどうした先生、みんな待ってるぜ。Oh, yes. ん、ちょっと待って、どうした？いやいや、城が、城が崩れた。一体どうしたの？あ、戻れんくなったパターンか。あー、そういうこと。どうするに仕掛けか。緑に黄色やな、この人服な。これどうするの？あ、なんか出たぞ、うん。調べて。うん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 。完全に崩れてる。向こう側行くの無理ね。マジか。マジか。じゃあ行こうよ。早速閉じ込められたな。早速だね。話が急展開すぎてね、よくわかんない。いなくなった人多すぎ。え、お、ここは？これがお城ね。そうそうそう。なんかめっちゃ南京城やった。おー、いっぱいあるな。おー、めっちゃ広いんちゃうこれ。じゃあちょっとここは、多分開かないと思いますので。南京城やな、どう見てもな。あ、ごついじゃん。ごつい。ごっつちゃうねんから。なんかごっつとかけてんのか。そうもないわ。じゃあちょっとこっ、あ、え、嘘やろ、え、いきなりしてへん音。いきなりしますけど。いきなり、あ、裏から行けるらしいぞ。どっから来んのあいつ。
シャシャカシャシャカ。わかんない、いきなり、ああ、そっから右からそこどうやって来たん、お前おかしいやろ。やべえやべえ、どうしよう。どっから来てん、お前。どうしようどうしよう。ああ、もうそこしかいない、隠れる場所ないな。ないよね。うんうんうん。はい、とりあえず、とりあえず行って。あ、来た来た。やばい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 、シャキンシャキン言ってんぞ。もういきなり来るの、勘弁してよ。すいません。隠れる場所、隠れる場所。あ、いた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 。いた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 、オッケーオッケー。はい。入れる？あ、うわー、はい、ここしかない。頑張れー。入ってパターン。あー、あー、早い。早い早い。バレたか？頼むぞ。バレたやない。いきなりじゃない？もう、え、で、みんなどうした、これはきついきつい。それもそうだけど、みんなどうした？なあ。いなくなっちゃったの？みんな。え、なに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 、え、なんですか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 、これなんですか、とりあえずなんかボタン押せばいいんですか。え、あ、え、死んだ。出てん、開けちゃダメ。開けちゃ、あ、あ、じゃヒントないわ。ないですよ。もう一回ヒント見て。ヒント。なんか最後のシナリオで、はい、できることあるとか言ってなかったっけ。これじゃないか。あ、それそれで。これでも洞窟ですよ。3つの洞窟の正解を選ぶために何かを洞窟に落としてみる必要が、何かを、うん、それ覚えとこう。命を落とすんですよ。もう落としたこれは関東関連ですよね。何か落とすことだけ覚えとこう。あ、ラストシナリオでなんか頑張らなあかんのと、コンティニューで多分さっきの部屋からなるよな。コンティニューでここからですかね。多分なるなる。あそこ開けちゃダメ？あ、ここ開けちゃダメ。なんやねんあれ。え、む、え、あ、逃げる逃げる。来てる来てる来てる。なんかね、部屋に入ったところで、はい。セーブされる。みたいな、そんな感じ。あ、なるほどね。中に書いてたから。危ねえ危ねえ。これだって開けちゃダメなんでしょ？うんうんうん、うん。あれ開けたらあかんよな。はい。その左側のあれも気になりますよね。好きなやつ。ちょっと待って。さっきここで調べたのは。さっきそこやな。オッケーオッケー。これは？それは大丈夫やろ、さすがにな。ほこりが積もっている。ほこりが積もっている。お、あ、なに？本が置かれている。本が置かれている。はい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 。本。本。読もうよ。ゲットしよう、ゲットしよう。はいはいはい。なんかすごいな、この本の表紙。銅版だわ。銅製表紙の本を手に入れた。落とすんや、それ。洞窟に落とそう、それ。そうなん、いきなりもう。後で落とそう。もういきなりそんな感じ。あ、ペンチ、あ、マゾーも落としたよな。なんか落とすやつでも、その、覚えとこう。わかったわかった。ったちょっと待って、いきなり出てくんのか。待って、デリリリ、デリリリ。まずみんなどこ行ったの？そうやで、そうやで。もうみんな殺されてるよ、余裕でそんなもん。戻ろうか。マップ覚えな、戻った方がいいかもね。とりあえず戻りますね。覚えなかった。調べてないところたくさんあるんですよ。うん、そう、戦闘中はね、はい、調べることできないっぽいんでね。はい、暖炉とか。やめたってください。はい、何それ何それ。何か置かれている。うんうんうん、鍵だわ。南京錠？バローズ邸の鍵。やった。じゃあ開くところがあるということですかね。南京錠やろ、あの、ごつい。ねえ。うわぁ、これもまた動くで。歴代当主の肖像画だわ。めっちゃ調べれるやん。これ全部見た方がいいかな。わかれへん。あ、でもそこにワープするんだ。だね、ワープしますね。オッケーオッケーオッケー。ここは何？まあ、暖炉も見ますけど。うん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 、うん。はい、サイドボード何も入っていない。一応その左の肖像画を見てほしかった、俺は。左側、うん、あ、そこも調べれるやろ。ここ、ね、はい、ソファーだ。すっかりシミが浮き出している。すっかりよくわからないな。すっかり、すっかりサンタでもゼクソの暖炉だわ。もうちょっと右右右、その暖炉のそこない、それ何、これ何もないですね。地下希望じゃないですか、これ。あ、なるほど、なるほど。まあ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 。暖炉！サンタでも出てきそう。いや、やめてよ。出てくるじゃん、あいつ。絶対。あ、肖像画、肖像画。これですよね。あ、いけるいける。はい。じゃあ、並んでる。まあ、そんなもんか、そんなもんかね。みんなどこか似ているわ。え？ほん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 、顔が？顔かな。出ます！はい。あ、隠れる場所はあそこしかとりあえずないね、今のところ。暖炉に隠れたらできんのかな。すす渡りが。はい。調べるとこたくさんあるんですよね。机。お、
誰もだろう。小さな手形がテーブルの表面にくっきり浮かび上がっている。怖っ。みんなどこ？うん。ムンクのような本物かしら。ムンクの叫び。ここは？いけるよな。怖え。怖いな。みんなまずどこ行った？うわ暗いしなんか。あ、ナイスやな。よう覚えてたな。うわー。そういうのじゃないのかそれ。懐中電灯で何のために使うのな。わかんない。ちょっと邪魔。じゃあ手前から行きますか。そうやな、順番に行きますか。はい。怖い。あの扉三角やな、ほんで左のやつな。ねえ。なんで？ええー。この人。なあ。え？あ、びっくりした。喋ることすらできんのかと思った。めっちゃしゃがんでる。ベス大丈夫？エレンさんみんなはぐれちゃったわ。マジで？しっかりしてベス。私はもうちょっとこの城調べてくるわ。まだこんなところに着くつもり？シザーマンを倒す鍵ここにあるのよ。私はそれを探さなきゃ。ベス、あなたはここでじっとしてた方がいいわ。冗談じゃない。こんなところに一人気にならない。みんなとごめんよ。私もついていくわ。ベス来る？お、来るか？来るかい。てん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 あれはどこもついてるに見える。洞窟じゃないよね、これね。洞窟。洞窟じゃないと思いますよ。洞窟に落とす。ベース行くわよ。ベースついてくるこれで。多分。それはそれで心強いか。後編は。え？オッケーオッケーオッケー。おお、びっくりしたびっくりした。ああ！わーい！え？え？は？マジで？マジでマジ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 。ベース！ベース一瞬にしてやられちゃった。何それ何それ何それ。あ、連打連打。これ連打したらいいんかな。よう分からへんなこれな。ちょ待って待って待って。あああれは死亡？死亡ですね。シザーマンも落としたけれど。じゃあ勝ちやん。今でも生きられます今のでね。分からん分からん分からん。どこからですかこれは。扉開けて。あれってやっぱ連打なんかな。はぁ、あ、はぁ、あ、あ、連打連打。じゃあ大丈夫や。頑張れ、めっちゃ連打しろ。お母さん連打遅いからや、多分。頑張れ頑張れ頑張れ。はーい、俺だ。これ A でいい？メニューからやっちゃっていいんですかね。ちょ、まあ見ときや。 A ボタンなのか。俺の連打半端ないからな。俺の連打半端、ほら、音合ってんのかな。音聞かせよ。はい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 、音聞かせよ。でも戻れます？ほら、あこれやばいですね。デッドエンドです。ちょっと待って、はいはいはい。もっかい。なんか絶対ある。ありますかね。ちょっといっぱいボタン押すわ、じゃあ。いっぱいボタン。ほら、音聞かそう。これ矢印関係あるんじゃないですか。そう、矢印も関係あるかもしれん。え、あ、ヘレンは押す。ほらほら、ああすげえ、ほら、なんや、何押したらええのこれ。何押した。全部何押した。落としたね。買った。あ、どうぞ。やった。とりあえず全部押せ。ここダメ、ね、でスティックで操ってまた俺もさっき。わかった。え、戻れんの？穴開いたよな。あー、ベース、あ、調べられない。あ、全然戻れたわ。ベースのこと何も言わないのかよ。なあ、マジか。でもあっこ戻れるっぽいぞ。でも怖いですね。ここ。あ、でも体力減ってんのかこれ、要するに。じゃないですか。どこの水を引いてる？水を引いてるのかしら。あ、水止めるパターンじゃこれ、例によって。この。こっち行けるよ。よく見よう、よく見よう。もう木とか、あ、その上に扉もあるわ。これです、あ、これですよね。うんうんうん。木調べられるの？あ、調べんじゃん。それ今出てん。これか。これ扉じゃないよね。扉っぽいで、多分。あれ？買っちゃう。あ、待って。あ、ヘレン！一回押すとダメか。うわぁ、広。え？どこここ？逆。あ、待って、戻ってきた！戻ってきた！あー、ここか。
左側の奥か、左の奥か、エントランスの。多分戻れば、わかると思います。うん。戻ってきました。というわけで、理解しました。入ります。もう一回。ああ、これ繋がりました。めっちゃ広いな。逆じゃないんか。左の、はい。左側の、こう、繋がりを持ってる。そうですね。というわけで、中入ってくるよ、ほんで、もう一回、キーんとこの。キーですか？キー調べよ。右。キー調べたかったやん。あ、キーの扉って聞こえました。木の扉を調べてほしい。全部木の扉でしょうね、これ。あ、そうなんですけど。それはね、言われたらそうだけども。これか？あれ？え、なんか来たぞ。あー！待って。もうどこでも来んな！お前、死んだんちゃうんかい、やっぱり。あ、水汲み上げてるから。汲み上げてるからか。汲み上げてくる。帰ってきたってわけね。そういうことか。入れ違い、入れ違い。オッケー。よし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 。これはいけるか？頼む。頼むぞ、これ。頼むよ。2階はないか？来た来た来た。はぁ。お願い。ああ！ 2 階目ない！マジで？やられちゃったよ。同じとこはダメだって。はぁ、あ。というわけで、はあ、今の場所からってことですかね。そうや。じゃ、バレますよね。だから、私ね、ちょっとね、死んでもいいからね、出ます。オッケーオッケー、それしかない、それしかない、でも。はい。それしかないよな。それしかないと思います。うん。出ます。出るしかないよな。はい。オッケー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 。出ます。左行きます。オッケー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 。はい。近い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 。あ、いける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 。全然なんであの扉から出とったのね。ねえ。不思議な話もあるもんで。こっちはね、足が速い。走れ！走れ！走れ。うん。あちゃん。よいしょ。で、ここっち行きます。うん。走って！オッケー。まさかまたあの作戦使う気か、君。いや、無理だな。落ちるな。というわけで、こっちか。あ、ぐるぐる回る？回ろう。回ろう回ろう。パターン。オッケー。結構巻いてるやん、でも。で、向こう、でも、待つとどうしよう。あー、待つよ。そういうターンはいらないよ。ぐるぐるっとしたら、どんなターンだよ。あ、近い。あ、遠い遠い。あ、一周してからってこと？はい。マジで？ダメかな？どうなん？あー、近いよ。これはまずいんじゃないか、さすがに。まずいかな、同じかな。同じパターンやろ、同じかな、考えても。あ、息がいいぞ。やばいな。息がいいな。あ、はい、バレたー。ここダメだな。もうここはね、二度と使えない。あ、ということで、どこだ？どこ？今行ってない場所が。行ってない場所行くしかないかも。同じ場所行かなきゃダメです。行ってない場所にちょっと行ってみるしかないんちゃう？じゃあ。行ってない場所に。うん。ちょっと出て左に行って。はい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 。あれ、隠れられる場所あったっけ？そうやんそうやん。だからもう新しい場所行こう。新しい場所に。うん、左？とりあえずこれ出て左行って、広島があって言うんだけど、はい、左行って。はい。で、もう一回左行って。はい。あっちゃ。やろ？左ね。うん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 。はい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 。はいはいはい。で、手前の左行くやろ？手前左、はい。手前左、はい。ここですよね。うんうん。上もあんもんな、ここ。そうなんですよ。上に行った方がいいのかなっていうところ。鬼のように広いとこ、ここ。わかんないですね。うんうん。で、これまだ行ってないとこ行こう。はい、どこですか？左。ここですか？そこまだ行ってないよね。ここだ。入れ。入れよ。入れ。オッケー。あいた。オッケー。はい、どう？うわー、広いな、これ。入れ、とりあえず。むっちゃ広い。入れ。例えや。タンス。あー、何かこれは、なんだこれは。あ、なんか武器あったぞ、今。武器。ほら、出た、一瞬出た。これか？それや。それ武器やろ。投げるんやろ。いつも通り。ほら、来た。隠れてるな。いや、絶対バレてるやろ。怖え。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。
チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。